さあ今回はエンジニアをランク3にしてきたので、さらにハントレスもランク2にしてきたので、この2つ同時に試してみようかなということで、まずハントレス進めながら、このでもデコイはね体験版で使ったことあるんで、まあ増やさなくても分かってるかな。まあこの、弓の進化系とエンジニアの盾ね、これ活かしていこうと。で、まあ、エンドレスかな。まあ、クリアしたんでね、弓使って。行けるとこまで行ってみるか。さあ、どっち？まず爆破弓使おうかな。弓キャラへの期待は火力。まあ、2個目の、まあ、1個目の進化か。この今の武器から1個上がったとこ。マルチショット最高レベルで DPS が800とか。出てたんで、それを考えると上のになって1000を超えるんじゃないかなと。まあ、武器で1000いくようなのって、まあ、アサルトライフルとかかなり限定的なので、ちょっと期待ね。でちょっとメディックきついかな。エンジニア弓メディックいけるかな。メディックの武器まだ試しきれてないから、まあ、そんなに戦えないと思うけど、この3人でいってもいいかなと。でこのハントレスでクリアすると、途中出てくるねボックス、黄色いボックスからライフスティールチャンスとライフスティールバリューが上がるものが出て、ライフスティールバリュー単体がもう出ないんですよね。なのでめちゃくちゃでかいんじゃないかなと。ライフスティールバリューが上がれば、まあ、その吸える量が増えるんで、で、メディックのスキルでライフスティールを一時的に底上げできるんで、バリューが高まってそれできれば相当強いんじゃないかなと。まあ、引けるかどうかの運もありますけどね。さあ、マルチショット。これが進化すればどうなるかというところで。で、氷、前にね他のメディックで試してるんで、まあ、氷はいいかな。そんなに、ね、遅くもならないし。倒せそうだね。ちょっと痛いけど。でこいつのランク3出てくるデコイは、まあ、敵を引きつける唯一のスキルで、引きつけて爆破するみたいな、私そんなんだったと思うんで、まあ、確かに強いね。まあ、唯一なんで引きつけれるのが。よし、来い。エクスプローシブアローにします。いやフリージングが氷なんでね、あげちゃいましょ。で爆破するんでしょ。あー、まあ、強いか。でちょっとメディック行ってみようか。いやもうこうかけよ。いやもうやろうやろう、試そう試そう。でライフスティールちょっとまだですかね。まあとりあえず武器あげましょう。これ強いでしょ来たね。メディックのもう一個の武器ももしかしたら強いかもしれないということで、おお、すごい戦いづらいね。まだ今んとこトリッキーなチームになっちゃってるんで、なるほどね。アローレインかな。あ、そうか、それ今、そうか。ダメージは、まあ、クリティカルチャンスダメージにしよう。いや、これはもう、オーワー。もうワーッとだね。さあエンジニアいきます。
そう、エナジーシールドを30秒間。クールダウンだね。で、まあ、展開時間としては、10秒。そして、最初は全て入ってる敵に60ダメージ、入ってる通る敵。なので、クールダウンが短ければ、あんまり、その感覚なく展開できる。で、これ入ったらダメージなんで、速い敵とか、そういう敵にはかなり強いかなと。最初は、30秒で10秒でしょ。多分ちょっと減ってるんで、多分25秒で10秒くらい。ちょっとね、メディックの武器で、スキルはエナジーシールド、これ優先してあげていこう。新しい2つのね、弓はとにかくばらまいてもらうしかないな。よっしゃ、こういう場合むずいな。ハンドガンでしょ。これ止まってるブスはこうね、入れ続けられるんで、めちゃくちゃ有効だね。ウェポンダメージファイアレート、こっち行ってみるか。オッケー、これは盾だね。でクールダウンが2秒減るので21秒、30秒スタートでも9秒くらい減ってんのか。だいぶ減ってますね。まあ、これはチームの強化と、あとはエンジニアのリーダースキル、リーダースキルが加入スキルかなどっちかっていうと、これによって30秒が21秒まで減って始まっているので、今19秒でしょ。やっぱ10秒間だけ出ないって感じかな。さすがに上げるか。これはまあこっちかな。リジェネ今8ね。まあまあ上げよう。まだ5分ですからね。5分で上げ出したかったものも出してるんで、動画としてはもう完璧。あとライフスティールリジェネ上げて、まあ、最初に言ってたやつが出ればいいなと。盾がね、極力出れるようにして、こうね、敵を、まあ、ダメージも上がってるんで、こう近づけさせない。雑魚ね、ここに。雑魚をよく鬱陶しがってたんですけど、まあ、これでかなりね、ソウグレードとかサードのカットのように敵をね倒すことができる。ただクールダウンの時間がちょっと問題くらいかな。さあボス2体。ああ、これはね、やりづらいね。あんまり、この盾の中にも入れづらい。ライフセルちょっと入れてるか。まだこっからだけど。こうやってね、近づけば、与えられるけど、なかなかリスキー。さあ、これ15秒ね。15秒。で、5秒間だけ、出ない時間がある。ほぼずっと出てるんで、さらにクールダウンを全体で下げることが 10% でもできれば、もうより時間が、間隔が短くなるので、ほぼ出しっぱが実現できる。タレットの2個展開のようにいきますかね。まあ、2枚というか、常時だね。だタレットのあれか、1個常時展開みたいな感じ。上がって上がって、
さあ、変わった3人ですからね。特にこのチームで弱いのは爆破するまでだね。当たってすぐじゃないからその瞬間がちょっと弱い。リロールしちゃおうかな。あー、しまった全然いいのね。リジェネバリュー来い。こうないね。ダメージとファイアレートないです。あれは前回の動画で増えたやつですね。キャラクリアのやつだね。じゃあこいつ追ってこられても別に盾があるし爆破があるし困らない。これタレットとかはね、まあ置かない、まあ、置けないか、どっちかっていうと。なので、まあ、こう移動しながら爆破当てていくようなイメージかな。なかなか出んな。バニッシュするか、これ。電気タレットバニッシュ。今見たら分かると思うんですけど、止まる系ボスね。あいつはなんか召喚してくるんですけど、それをね、この盾で無力化できるんで、実は、あいつにめっぽう強いっていう。まあでもあいつ、もともと弱いんでね。あいつにめっぽう強くてもそんなにない気がするけど。クリティカルチャンスにしようかな。リロールしよう。いや、これもう一回リロールしよう。ファイアレートナイス。もうないけど、ちょっと欲しかったライフスティールバリュー。まだ出るかな。よし、次で進化する武器。耐えるね。雑魚をこの盾で倒せないと相当ね、これ苦しい。よし。まあこれいくか。ライフスティールね。さすがにちょっと上げるか武器。さすがにやばい。いや、まだ10分なんで、これ2つ進化できるなら全然いい方じゃないかな。電気が当たる距離感を維持しよう。よし、耐えてる。ちょっと死んでないな。敵盾でも最大値なんだよこれ。もう盾の DPS 出すためにはこの中に敵を入れないといけないわけで、逃げちゃ意味がないな。持ってないね。ライフスリーチャンス、これいっときます。ここでバリューが引ければ最高。来た。このアンチドートの方ね、これが同じ系統なら持続ダメージ系だと思うんですよ。毒を撒いてるようなイメージか。どうなんだ。
まあ、氷はマジダメージなかったんで、あれ上げてってみるしかないかな。まあでもメディックにダメージの期待はしないのはもう、ね、お決まりではあるけど。電気の盾と爆破弓のみ。どうだどうだ。どのダメージか分かんない。タッチドと。紫に光ってはいるな。あれがそうなのか。ダメージファイアレイトいきます。ファイアレイト、ダメージパワー、やっぱ持続だね。パーセカンで遅くなってるっぽいのが入ってると、そうでもないかな。この隙に倒せみたいなことなんだけど、倒せない。その隙に倒せないで、全然なんか止まるよね、入ったらね。止まるやつもいるから。なんとかエンジニアを戦力にしよう。うわやばいやばいやばい。回復量がすごいので、あんまり食らってないように見える。上げてみ、あーもう最高か、早いな。3でミニガンのところでしょうか。あと最終武器はそうなんだろうね。まだ14分でしょうか。アサルトライフルミニガンならすぐ死んでるあいつ。どんなもんなのか。うわ、仲良くしよう。ここでね、多分ライフスティールが出ればスキルが相当回復するはずだけど、まあいいのかな。まだよし。すごいけど、やばい、15分で終わる。エンジニアの盾はどんくらいだったのか、まあ、エンジニアはちょっと武器じゃなくてスキルに振ったので、その点の火力のなさもありそうだけど、あと弓がどんだけ軽くてたのか、アンチドは多分存在しない。
倒した。ボス以外がこれゾーン内で止まるんですよね。ほら、またほら入ってこれないんで、まあ遠距離はしてくるけど。ってなると、相当生き延びやすいと思うんですよ。ボスさえね、仕留めれればいいわけで。テスラ、今更テスラ。ボスがね、普通に入ってきちゃうから。こいつ、まあ結局こいつか。タックルまで来るぞ。よし。縦の合間が弱すぎる。頑張ってくれ弓。お前しかいないんだこのチームは。一応救助もしときたいね。あいつを倒せば。いや倒さなくても、よし。やってないか。やっぱメディケと火力はねだいぶ落ちるんですけど、やっぱねそれを補うだけのライフスティールスキルとか明らかに強力なの持ってるんで、他にね、やっぱまあスワットとかしかないんですけど、火力が出せれば全然いけるけど、エンドレスとかの30分以降かな、火力がめちゃくちゃいるタイミングにおいては多分チームは深刻な火力不足になって敗北するね。それが見えちゃってる今、まあ、今は本当に火力がちょっとエンジニアも不甲斐ないですから、まあ、でもエンジニアのこの盾ね、今回見るためには入れるしかなかったところですけど、この盾どうだろうな。でも敵をこう止めれるっていう点でこれはめちゃくちゃでかいと思うんだよね。で時間に関してもほぼ、まあ、数秒だけ発動してない時間があるくらいで、例えばタレットとかあれば動かなくても全然補えると思うんで、まあ、タレットと合わせて使えば地点防御でかなり優位性があるんじゃないかなと。エンジニアをね、そっか武器で入れていくのが結構大変で、あスキルクルダウンじゃない、これ引いていけばより盾がエナジーシールドね出続けると思うんで、安全安心安全になってこいつをあと倒せればっていう。やばいやばいやばい、タックルマン、これは死んだかもしれない。めっちゃ捨てる、めっちゃ捨てる。ライフスティール。一旦終わり。
ないけど。危ない。おー、ブラスターじゃないかな。ちょっと危機を耐えてる。生き延びるコツはもう動くしかないね。タックルされるから。で、爆破弓が結構範囲があるので、追われてる状態別に逃げ続けても大丈夫そう。それでも多分当たってますね。またブラスターか。さあ、敵は止まるが死にはしないよ。さあ、レーザー来た。追ってくる敵を倒してくれ、頼むぞ。移動速度上げよう。もう逃げるしかないからね。22分で逃げてるようではしんどい。しんどすぎる。あ、しまった。あ、今あのタックルマンを盾で殺してやろうと思ったけど殺されましたね。さあ、弓道1162、強いね。メイン武器では多分1位2位を争うくらいか。で、アンチドートは91、最高にしたよね、すぐにね。こいつの武器はもうハンドガンから上げる必要がないんじゃないか。156、86、91。ああ、氷はまだね、特性ありますけど、これはなんだ、回復でもしてんのかな、こっちが。なんか他にないと旨味がマジでないな。で、レーザー強いですね。縦436。